お願いします。はい、わっさっちょうです。お久しぶりです、はい、お久しぶりです。 YouTube、 はい、ちょっと緊張しております。はい、はい、こんにちは。最近忙しかったですからね。いや最近そうなんですよ、ちょっといろいろでバタバタしておりまして。って言ってもいつぶりでしたっけこれ。はい、多分、まあ、ダンスデーぶりじゃない。こういう喋りは多分ダンスデーぶりぐらいだよね。ダンスデー終わったらぶりだから5月以来ぶりぐらい。はい、やばいね。4ヶ月ぶりぐらいかな。はい、お久しぶりでございます。はい、はいはい、最近何してたのかと言いますとですね、はい、まあいろいろ海外行ってたのも見てもらえれば分かる通りなんですが、まあいろいろやっておりまして、で今日話したいのはですね、ちょっと NPO 法人会社を、立てておりまして、まあ、立ち上げようとしてますね。はい、今立ち上げようとしております。はい、多分これがね公開される頃には冬季っていうかあれも終わってるはずなんですけど、はずですね。はい、まあ、それで最近バタバタしてましたと、いろいろと。そうですね、いろいろ活動をしつつ、その会社の立ち上げのこともいろいろやりつつで、はい、うん、まあ、普通の仕事の方も続けておりまして、はいはい、それもありつつでちょっと、はいはい、ちょっとバタバタしておりました。いろいろとね書類とか調べたりとか結構大変でしたもんね。そうなんですよ、何せ分かんないことがいっぱいで、はいはい、もっと学校でね教えてもらえればいいんですけど、こういうこともなかなかね初めてやることばっかりで。都庁も行きましたもんね。都庁、そうそうそう、都庁も行ってきて、所轄庁行って、はい、書類をレビューしてもらいに。そうそうそうすいませんつって見てもらっていいですかと、はい、教えてください、だから弁先生してもらって、はい、まあ、そんな感じでいろいろと動いてましたと、うん、そうなんですよ。 NPO としてはどういうことをやるかみたいな話とかした方がいいんですかね。どういうふうにやるとか。そうですね、まあ立てようと思ったのが、なんか自分がその網膜色素変性症っていう目の病気があって、まあ、だんだん進行していく、その目の難病なんですけど、進行性のそれが進行していく中で、まあ、だんだん なんだろうな、ちょっと意地悪されてきたりとか差別的な扱いを受けるようになってきて、でそういった中で、やっぱり障害が受け入れられないっていうのもそうだけど、障害も受け入れられないし、障害どころか結構ちっちゃな個性ですら、なんか特に日本はよく言われますけど、そのちっちゃい個性ですら受け入れられなくて結構大変な思いしてる、あんまりくくっちゃうとあれですけど、若い人とか結構そういう人多くて、なんかちっちゃい個性とかがもっと受け入れられる世の中になっていけばいいかなと思って、はい、でそこで自分のなんかすごい障害っていうすごい、なんだろうな、まあ、圧倒的な個性というか、圧倒的に変変わる他と違うものがあれば、なんかね他の小さな個性は簡単に受け入れられるというか、何でもないような感じになると思うんで、まあそういう意味でなんかいろいろ情報発信というか、まあ情報発信ですよね。まあ、そうポッドキャストも始めて、ポッドキャストと、まあ今までやってる YouTube だとか SNS、 他の Instagram とかはそのままやりつつ、ポッドキャストやったりとか、あとは講演ですよね、小中高大学企業とかまでできればいいなと思っていて、ゆくゆくは最初はなんかその普通のなんだろう、人権系のお話とか、まあ、視覚障害者の体験とか各種その障害の体験とかだったりとか、あとちょっと製品のなんか開発とかサービス的な部分でなんかちょっと当事者の意見がなんかお伝えできたらいいかなとか思ったり、あとは障害者雇用の面とか、あとは他のその障害を持ってるけど、なんだろうな、情報発信が自分ではできない人とかの、まあ、お手伝いというか、めっちゃ今の活動なんかいろいろともっと広くやっていきますね。そうですね、でなんか定期的にちょっとイベントもできればいいなと思っていて、まあゆくゆくは、そうですね、練習会みたいな感じから、まあ、障害を持ってる人とかコースは割となんだろう、一般的に個性があると言われる人とかをゲストとかに呼んで、はい、交流会とかちょっとトークしたりとか、それこそいろんな体験やったりとか、ダンスのレッスンみたいなとかもしたりとか、なんかいろいろやっていければいいなと思って、はい、会社を立てようと思います。まあ、そういう人がいるっていうのを情報発信するだけでもね、はい、だいぶ違うと思うので、どうしてもね、なんだろう、くだらない差別みたいな結構多いじゃないですか、日本だと。僕も白杖を持つようになって、なんか職場とかでも白杖を持って出勤してくるなみたいな、はいはい、白杖を使ってくるなみたいな、その、自分だと薬剤師なんですけど、
その自分が薬局のにいて、例えば近くの病院の医者、医師とかが、あと病院のスタッフとかその患者さんとかを見た時に、なんか目を見えない薬剤師を雇ってると思われるみたいな、思われたらこの会社終わりだみたいな、安全的な面で不安されてる。あ、そうただ実際はなんか森口さんだと、そういろんな機材とか使えば、まあ、実際に見えなくてもある程度サポートができるから。そうだね、そうですよね。それなんかあんま知られてないことをもっと広めていきましょうみたいな、うん、ニュアンスですよね。そうだし、ね、うん、実際その目見えないことは別に薬剤師としての、まあ、絶対的な結核事項であるわけでもないし、そういうなっている以上、そのじゃあ危ないのに白状ついてくるなっていうのは明らかに、まあ、人権の明らかに人権の侵害というか、はい、まあ、尊厳を明らかに認めないというか、なんかもうちょっと個性が認められるというか、多様性が受け入れられやすい世の中になっていけばいいなと思って、なんかいろいろ情報発信をしていったりできればいいなと思っております。はい、まあ、とりあえずまだ何も動かしてた段階なんで。そうなんですよ、実績的なものはない状況なんで。そう、まだ何もないんで、本当にこれから書類を書いて、はい、これから本当にあの今提出頑張ってしているっていう段階です。はいはい、これが公開される頃にはワンチャンウェブでなんかその登記が確認できるかなくらい。そうですね、それぐらいかなと思っております。でもマジ2ヶ月くらいですね、多分話してから。はい、どっと7月の半ばぐらいから、でも9月の自分の誕生日に向けて出そうと、はい、でとりあえず NPO の活動としては今はあのもうすぐにウェブサイトを作ろうと思ってます。はい、はい、まあその、うん、事業内容とかもそうですし、あとはね寄付金のサイトとかも作らないとね、いけないし、そういうのとかも作って、はい、やっていこうと思っております。でなんかウェブ作るのにあたってね、あのウェブ系のアクセシビリティとかも特にね。そうですね、うん、あの Kicks とかその辺も、はい、でか、ね、関連してね、他のなんかアクセシビリティ関係でなんかその視覚障害者 とかその聴覚障害者に向けてやっていること、自分らの活動の中でこういうところにあの注意してますとかっていうのを気配ってますっていうのを、まあ、ちょっとずつ載せてたりもそれできればいいかなって思ってます。そうですよね、そうまずはマイクをいいのにしたいですけどね。あ、そういうところで間に合わなかったらこの動画にはもう。そうですね、マイクをポッドキャストとかやっぱりやるにあたってマイクをちょっと良くしたいっていうのがそこね、やっぱアクセシビリティよね。そうなんです、それはね、マイクもやっぱ映像も結局アクセシビリティですからね。そうなんですよ、映像いい方がまあ視覚障害者はまあね、目悪い人見やすいっちゃ見やすいんで、はい、まあ、お金も変わりますけどそこは気合い入れていきましょう。まあ、テクノロジーを、ね、使う人がいないと進化しないっていうのもございますので、はいはい、まあ、投資という意味でもやっていきましょう、はい、あとはこれじゃないですか、最近はこの名刺というか。あ、そうですね、名刺これです。名刺、そうなんですよ、名刺作りまして、まあ、サンプリングなんですけど、はい、真ん中白状で周りがバイナルレコードになってます。レコード版、あ、今画面に近づいてます、はい、説明してください、はい、でこれね、触るとちょっとね凹凸になって分かるんですよ、白状と、はいはい、このバイナルが、はい、で結構これね、視覚障害者の この配色見やすいんですよ、あの黒背景に白とか白に、はいはい、で白状の赤とか、この、はい、森子ジャパンとリーブのワンビハインドって書いてますけど、はい、これについてちょっと説明した方がいいんじゃないですか、はい、そう、これはねあの言ってなかったんですけど、会社の名前をリーブのワンビハインドっていう名前にしようと思ってます。はい、ネピオね、はい、ネピオの法人の名前ですね、はい、はい、これはあの置き去りにする人を作らない、置き去りにしないっていう感じなんですけど、まあ、いろんな個性ある人とかもなるべく置き去りにしないように、取り残さないように、うん、いろんな方法でしていければいいなって思いで Leave no one behind っていう名前を、はい、付けさせていただきました。普通にこれもね、黒地に白抜きで見やすい感じで、はい、裏がね QR ですからね、裏も QR オンリーです。基本的に全盲の人でもね一応使えるように、これで見えなくてもね。はい、来た。プロフィール、見出しで見る。あ、いける。オリコジャパン、ひとしぼり、白水ダンサー。はい。目の病気である網膜色素斑斑薬剤師として働きながら。これ一回ホームページにこれで飛べます。コンタクト、で、目悪い人だと、どの道の名刺の中にメールアドレスとか書いてても打てないし、名前わかんないんで、まあ、手で触ってわかるような範囲と、あとは裏の QR だけにしちゃって、で、携帯で QR 読んだら電話番号とかメールアドレスがあって、そっちでポンっていけるようにしたかったんですけど、だったらホームページも作っちゃおうってことで、ホームページもこんな感じで作って、はい、はい、でこれでねメール送れますよ、これ全部で。ちょっと目使っちゃいましたけど今でも目使わなくてもこれで
はい、もうメールいけるんで、はい、ボイスオーバーオフ、まあ、こんな感じで全盲のでも人でもね使えるよりとかアクセシビリティ考えたり一応するので自分なりに。はい、あと何かありますか最近最近あ、そうだ、 TBS とテレビ、はい、出演させていただきまして BSTBS でございます。はい、アスリート夢共演というタイトルの番組で、9月の確か4日日曜日の12時から12時半と、9月の11日昼これも12時から12時半で、はい、放送してたんですけれども、はい、こちらに出演させていただきました。今回のアスリート夢共演がブレイキンスペシャルということで、はい、世界一位の輝いて世界一に輝いている日本の B-BOY 一世君と、はいはい、対談、まあ、とあとなんだろうね体験いろいろダンスいろいろしたり、はい、してまいりました。はい、ネットで見れるのかなあれは。ネットで見えないんじゃん。 BS のやつだからなんか結構、うん、BS 入ってる人は見れるって感じですね、うん、あと最近の活動で言えばパラリンピック1周年記念イベント、はい、はいはい、車椅子の国際バスケのイベントのショーケースにいろいろといろいろと出させていただきまして、それもあのアーカイブが、それアーカイブ出ますよね、放送今されてます、今見れます、はい、今が見れる期間中なので、はい、リンクを貼っておきます。はい、概要欄に貼ってみます。はい、貼っておきます。NHK 視覚障害者ナビラジオにも出てますか。はい、こちらにも出ております。アゼルバイジャンでね一緒にご一緒した、アゼルバイジャンでご一緒させていただきました、全盲のバイオリニスト穴澤雄介さんと、アーキーこそこと豊田明子ちゃんと、はい、一緒に、アゼルバイジャンに行ってきたんですけれども、はい、その時の、俺とキックスのインタビューを、はい、その時にしてもらったので、それがあの今放送されております。これもアーカイブが残ってますので。アーカイブでも YouTube で上がってますね。あ、はいはいはい。あ、これ穴澤さんの YouTube でもフルバージョンの。そうですね。よろしくお願いします。おもろいですよ、でも。結構あれね、面白いコメント来てましたよ。はい。例えばさ、あの森子さんが杖持って踊る意味みたいな前なんか話じゃないですか、シンボル剣みたいな。あ、はいはいはい。なんかそのコメントとかになんかその杖持って踊る意味は何なんだろうみたいなコメントが結構なんかその来てたりしてて、そこもなんかおいおいなんかそういうなんか森子さんの思いとかも。あ、確かに話したとしたら面白いですよね。確かに確かに長くなりそうですからね。そうてか、まあ、俺も最初そう思ってたんで、はいはいはい、なんか森さん杖戻ってなんかパフォーマンス何なんだろうなみたいな結構最初、はいはいはい、初期のインスタグラムぐらいするとか結構俺もなんか全然話関係変わっちゃうんですけど、はいはいはい、何してんだろうこの人いきなりみたいな思ったりしたんで、はいはいはい、なんかそういう話もなんかさポッドキャストとかでよくよく話せたらいいですよね。なんか森木さんが杖を持って、はい、確かに、まあ YouTube でもね、どこでも、まあそうですね、いろんなところであれば話す必要になることなんじゃないかと。トゥルカラーフェスティバルの NHK スペシャルライブ、はい、9月の22日やります。出演しますね。はい、出演します。トゥルカラーズフェスティバルというあのアゼルバイジャンの時もあったイベントなんですけど、それの NHK スペシャルライブということで、はい、NHK さんに呼んでいただきまして、あのトゥルーカラーズフェスティバルに呼んでいただきまして、はい、出ることになっております。結構豪華ですからね、あれは。はい、イルアビリティさんとかアゼルバイジャン一緒だったギターの車椅子のギタリスト川崎さんとか、はいはい、スペシャルライブ、はい、やります。はい、チェックよろしくお願いします。お願いします。そんな感じですと最近は。はい、そんな感じでいろいろと動いております。はいはい、まあいろいろと動くとねちょっと更新頻度も下がっちゃうんで。そうなんですよね、いろいろねやることが難しいですよね。いろいろってバタバタしてますよ。いろいろね各種 SNS をもっと動かさないといけないんですが、忙しいとやっぱどうしてもね。そうなんですよね、はい、必死で生きてますまあそんな感じですと、はい、そうなんですよね。とりあえずなんか NPO とかもなんか今後ちゃんとまあ、動かせるというか、なんか公開できるんだったらいろいろとなんかサポートというかチェックとかしてほしいです、ね、お願いします。はい、 あとそうだ、NHK の9月22日の出演もあってショーケースをするにあたってあのアパレル作ってます。 T シャツとパーカーなんですけど、はい、でちょっといろいろ自分の思いも込めたりしてるので、はい、まあ、それをもしかしたら今後発売したりとかするかもしれないし、いいですね、アパレルとして。で、全盲の画家のタムタムさん、お化けのタムタムさん、はい、が自分の絵を描いてくださるということで、それもなんかコラボして森子ジャパンと、会社リーブのワンビハインドとお化けのタムタムさんのトリプルネームみたいな感じ で T シャツのデザインを今考えてもらってます。はい、でそれうちで来てもらって、うちもちょっとねデザイン一緒に考えながら、はいはい、やっています。はい、というわけでいろいろ最近やっておりますけど頑張ってまいりますので、はい、各種 SNS のフォローと、YouTube の登録チャンネル登録お願いいたします。はい、あと
いいねと高評価もお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ピース、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。